へ突入する。クリア。おいしょ。はい、全然追いつかないぞ。一体どんなマシン持ってるんだやつは。オフロードに逃げ込んだぞ。なんだこれ、ちょっと、え、やばいやばい、めちゃめちゃ人いるんですけど、なんだこれ、あったかいぞ。別に寒くないけどあったかいぞ。囲まれたぞ。あ、そこだ。うわー、ちょっとほんまですかこれ。やっぱ幅トレッドがあるから、うん、安定してるぞ。でかい。なんか優雅。なんか。おそばが、そばが、そばが優しい。あ、ええー。おお。今日はある男が現れている情報が入った。それがこの男だ。名はデッカード、国際指名手配犯だ。こいつが群馬県に現れているという情報が入ったので、関越道で群馬県へ向かっている。行くぞ。捜査官、捜査官、車に乗らないんですか。あの、ここじゃないですよ、群馬じゃないですよ、ここは。捜査官、今日は2月1日寒いぞ。いかがでしょうね。狙われてないでしょ、そもそも。突入する。いいか。はい。相手は武装しているかもしれない。はい。気をつけろ。はい。ここにデッカードがいるかもしれない。はい。行くぞ。はい。クリア。はい。クリア。誰かいますか。
3、2、1で、はい、突入するぞ。わかりました。3、2、1。皆さん止まれ止まれ、両手上に、両手上に、はい、いない。違う、大津今逃げた男を追っている。前の車がそうだ。だがどうやっても追いつかないぞ。どんな息を吸って40キロも出してるのに、はい、全然追いつかないぞ。ジムニーは40キロは速い。車は運動じゃない、はい、制限速度で。本当に、標識見えました。俺も守ってるが、はい、やつも守ってるぞ。しかし、はい、つなぎと、はい、頭は一緒だったな、まったく、もう本人だな。多分本人だろう、はい、なかなか距離が縮まらない。そうです。なぜですか。二人とも制限速度出してるからだ。この辺がマイルドスピードたるゆえんなんでしょうね。オフロードに逃げ込んだぞ。逃げ切れると思うな。なんだこれ、なんだこれ、ちょっと、え、やばいやばい、たくさんいるぞ。めちゃくちゃいるじゃないですか。すいません、あ、さっきの V 字のテールランプの取れない、え、どこ行った。みんな集まって、すごいぞ。めちゃめちゃ人いるんですけど、なんだこれ。生で来た。あそこ焚き火やってるぞ。本当ですよ。ロサンゼルスのスライム街みたいだぞ。いやでもさ、足元気をつけろ。はい、あったかいですね。クリア。あったかいぞ。別に寒くないけどあったかいぞ。しばらくここにいたいぞ。すいません、この男を探してるんですけど、誰か見た人いませんか。あれ、この男、逃げてる、誰か、この男、逃げてる、逃げてる、いたぞ。どっかにいたな。逃げられた。捜査官追わねえと。もう少し温めてきた。暖気運転ですか。半袖でもさすがに寒い。かわいい。すげえいるな。いや本当ですよ。どこまで行ける気なんでしょうか。後ろにもだいぶ追跡されてるぞ。挟まれたかもしれない。後ろを映しろ。あれ眩しい。うわ、何台続けるの。やばいんじゃないですか、捜査官。いるね。いや捜査官、いるぞ。ものすごい角度ですよ。おお、ほら、すごい、切るぞ。なんか、なんだこれ、何台ついてきたんだ。すごい数のジムニーに囲まれておりますよ。はい、囲まれたぞ。Oh, my God.
俺はずっと中乗ってんだよ。俺なんか一日一生しか見えねえぞ。こっち？いや、おお、ちょっとヤバくないですか？すごい角度。逃げちゃったな。おお、ちょっと、え？ちょ、いやいや。あの、なんかジェットコースターに乗ってるのを思い出しました。あれ？ジェットコースターの方が安全確認してるからね。左の指示が出ている。指示が出てるんですね。ああ自分じゃ見えねえからな。うわー、ちょっとほんまですかこれ。え、いやいや、こっちに落とせと。水、窓を閉めておけばよかった。おい、カメラ濡らすなよ。はい、はい、そうですね。手が突っ込んできてるみたいな。捜査協力をしてくださる方。捜査協力はこの車両だ。はい、見てみろ。マルボロ、マルボロって書いてるぞ。ボロボロボロ。あ、オーナー、車のオーナーさんです。これからちょっとある男探すのに協力してほしい。わかりました。お願いします。お名前は？はい、伊藤さんで。お願いします。お願いします。捜査協力を求めたい。おおおおおおナイスバランス。あのジムには何か変わってませんか？俺の JH1 より、2つ前の SJ30 という、2サイクルの2ストの2スト、まあ、かなりマニアックな昭和生まれですね。じゃあ音を聞いてみる。音を注目してポロンポロンいってるぞ。わあ、本当ですね。やっぱ軽い感じがするな。軽快な感じがする。危ないぞ。暑い走りだ。冒険しないと止まらない。俺の車じゃ出てきて。
おい大変だぞ。はい、何でしょう。新型ジムニーが来たぞ。あ、本当だ。74だ。私がオートサロンで初めて見たやつですね、あれ。新車じゃないですか。ピカピカだぞ。何かあっても知らないぞ。静かだぞ。本当だ。めちゃめちゃ静かですね。あれなんだ、ハイブリッドか。信じられないぐらい静かですね。これはどこかいじってるんですかね。いや、もうリフトアップしてたろ、うん、あ、本当だ、中のバネが。おやっぱ幅、コレットがあるから、うん、安定してるぞ。でかいですね。ちょっとインタビューいいですか。突撃これ JB74 じゃないですか。どう、えどう、あ、か顔まずい。全然です。これ新型ジムに乗ってどんぐらいですか。乗って10月に納車で。10月納車、はい、今2月だから4ヶ月。12月から遊び始めて。新型でいいんですか、こんなとこ走って。ジムに遊び来るじゃないですか。なるほど。へこんではないですね、まだ。あ、ギリギリだ。大丈夫なんですね。素晴らしい、見せてください。失礼しました、この体勢で申し訳ない。お、これパキッて、新型がパキッて言いましたね、今。泥まみれですけど車体が綺麗ですね。いいね。なんか優雅、なんか大型 SUV みたいな走りだな。後ろが可愛いですね。素晴らしい。あの、新しいジムでここ走ろうっていう考えは俺は好きだぞ。まあいろんな乗り方があるけどな、はい、ああいうのも好きだ、はい、もちろん綺麗におしゃれに乗るのもジムだから、はい、それそれで。お、なんか来たぞ。お、お、あ、寒いから。なんだこのライト。アメリカンポリスのライトじゃないか。GB23、あ、そうですね。ジムニーの楽しいところだ。
追跡を中止する。そうなんですか。そうですね。また次回捜査しよう。何もできない我々を慰めてくれますね。ああでも総合して楽しかったぞ。そうですね。また来ましょうね。また捜査しに来よう。そうなんですよね。はい、もう入るだけももう少し暖かい。